ごめんなさい、私がね今余計なところをねボタンを押しちゃいました。ごめんね。ほい、これでいけるかな。そうそうそう、ただいまです、すいません。そうそうそう、変なボタン押しちゃってね、すいません。俺は50歳の人に同い年みたいって言われたけど、今日補導された。なんでなんで補導されたの、どういうこと。前世はハエです。ハエ、ハエか。来世はね、私人間にまたそのならせていただくとしたら、やっぱり女の子がいい、男の子って本当に大変だと思うんだよね。女の子が大変じゃないって言ってるわけじゃないし、みんなそれぞれ本当に様々な歩み方をしてるから、大変なこともあるし幸せなこともあるけど、でも私は私はできないことの方がなんか私はワクワクするから、男性にしかできないことなんだろう、やっぱり女の子として生まれたいかな。でも欲を言うなら何として生まれたいかな、猫。来世もなおちゃんと会えるといいな。会えるよ、今会えてるから、今会ってる、会ってるからね。おー、もしかしてこれが噂のブーブーなっちゃった、ごめんなさい。なおちゃんは1時間見つめ続けても飽きない自信ある。いや1時間はさ来た、ブーブー来た、みんなもう嬉しがっちゃった1時間はね辛いですよきっと。1時間は持たない。会いたい、好きって、ありがとう、会いたいね。これは風物詩、これは風物詩なの、ごめんごめん、もうちょっとでね、終わりです。集合時間がもうもう本当に済んだので、ね、恥ずかしくなってそんな見れんって1時間。来世はなおちゃんのお友達、かわいいな。来世はイケメンになりたい。イケメンね、いいね、イケメンもいいね、確かにイケメンもいいかもしれない。あーいいな、イケメン怖がれてるね。そうなんですよね、次東海ラジオ 1+1+1 は3じゃないよ、生放送でお送りしますのでぜひ聞いてください。何について喋るのかとか、生放送も3じゃないよ、になってたなどの本当8時なので今は明かりが遅いのが今は見れないんですけど、今日はね早くこれだね、明日もこっちだし名古屋の司会です。本当に寝ないか心配です。まず役司会の後に、私一部からだったんですよ、10朝早くて、それもうほんと滑舌大丈夫かな、ロレス回るかな、何言ってるか多分途中分かんないと思うんだよね。地域外なのでラジコで聞きます。ありがとう、便利ですよね、私もたまに使う。
イケメンで女の子にモテたいのか。いや、その欲はないかな。イケメンになったら、イケメンになったら流行ったんじゃないかな。イケメンはどの基準がイケメンなのかわからないんだけど、イケメン、イケメンか。あ、でもイケメン、あ、でもそんなイケメン、うん、あ、でもそう考えるとイケメン別にあんまなりたいって思うくなってきた。女の子をさ、イケメンになってはぐらかすのとかは嫌なんだよね。女の子の気持ち考えてよってね。来世の話なのに。本当だよね、来世また来れたらいいよね。壁ドン、古いけど。まあそんな感じで終わりますかね。今日はね、こんなにもたくさんの方がね来てくれて、そしてなんかもうとボンボコボンボコ投げかけて、本当になんかもうすごく嬉しかった。このなんか守りとお父様が耐えることなくペンパペンパンって来てたのがね、もうすごい私の頭跳ね取りますもん。本当にみんな元気って本当に嬉しかったです。こんな最後の最後なんか土管みたいなやつ、あっちが丸い黒いお守りだった。でもね、ほんと投げ込んでくれて、ほんと、ありがとう。嬉しいです。めっちゃ押してます。そっか、押してね、ポチポチしてね、できるんだね。もう終わりますか。そんな感じで。